はい、皆さんこんにちは、グズでございます。今回もね、オールド、何やったっけ、オールドスクールミュージカルの方続きやっていきます。ちょっと面白かったんでね、ここね、ちょっと待って、絶対これメタルギアかな、メタルスラグ、まあ、いきましょう、まあ、普通でいきます。どんな世界な、なんかやばそうな気するけど、うわメタルギアじゃん、まんま。メタルギア、うわ。うわスネークなってる。うぅ、また新しい世界だ。見渡す限り、ママも通信タワーも見えないね。うわぁ。汗が。バグはここにもいるのか。静まり返ってるからなんだか変だね。少し周りを見てみようぜ。何か見つかるかもしれない。なんだ、お、通信入った。メタルギアじゃん。いやいや。なんで、もしもし、おいおい、ちょっと待って。もしもし、誰だ、テブとロブです。ご用件をどうぞ。こちらは、ちょっと待って。笑いで、お前たちは向くまで。基地の、今、秘密の軍事基地にいる。これ、あかんって。すみません。通りすがいのもので、見せてもらったものです。なるほど。なるほどじゃねえよ。そんなことより緊急事態に対応しなくてはならない。笑えよ、もう笑うわ。何か問題でも。基地の防衛システムが起動して、制御不能になっている。実は、道が我々のロボット兵士に封鎖されているんだ。それはひどいですね。わかりました。それでは財布なんか、なんでやねん。待て。私を助けるつもりはないのか。別にお願いされてないしね。それは冗談で言ってるのか。私は、給湯級の、何これ、10位かな、わからん。敬意を払いたまえ。もう笑いでわからへんわ。残念だな。さよなら。なんでやねん。うぐうぐじゃねえよ。手伝っていただけないだろうか。お願いだと、お前がお願いします。あはは、ほら、最初からそうやって頼みもよかったのに。ちょっと待って。港に移動して、そっか連絡をもらえないだろうか。なるほど。始まったんちゃう？うわぁ、なんかほんまに、あぶね。あ、難しい。間、もっと、あ、間違えた。まず、これまずいんちゃう？死にかけてる。いける？結構、撃たれてる？撃たれてる？あ、ちゃう、逆や。まあ、あれなんですよ。恥ずかしい。失敗せんかったら、増えていくんですよ。大体。ちょっとダメ僕な。あ、ログ見ろよ。ゲートが広く開いてる。少し遠いね。代わりにフェンスをカットする。なんでお前いつも何かを壊すんですか？あ、聞こえたことない。あ、切っちゃった。よし、行こう。なんでやるの？はい、来た。わー、ちょっと待って。あ、あう。体力戻ったな。いけるいける。なんかね、このゲームさ、すごい怖い。撃つんちゃうかんのか。世界観とか別にない。パクってもいいんだけど、キャラ丸々全部パクってるから、ね、ちゃう。やりたくてやりたくて早く放送しよう。も
しもし、ドア開けるコード必要なんだ。ああ、そのコードはな、忘れてラッキーやん。君なら発見できるんじゃないか。じゃあ、OK、やめてもとやってみたい。あいた、リンゴ、僕は生まれながらの考えを学んで。もう着いたのか。ああ、これから一体何をすればいいんだ。私はアンチウイルスソフトの問題だと思う。コードネームはないんだね。これ何で書いてあるの。全部いい、わからん。それがメインコンピューターウイルスからのこと。何らかの原因で狂ってしまったようだ。君には、最初期化をしに行ってもらえないとか。それでメインコンピューターどこにあるんだ。会場プラットフォームのサーバールームだ。そこまではボート使うといい。座席の下に電磁パルスグレネードがある。それがうまく使えるはずだ。グレネード一つしかないのか。予算に限りがあってな。大切に使ってくれとね、予算。最後一つだけお願いがあるんだが、私の兵士が警備に捕らえられて捕虜されているんだ。彼らを解放してくれたら何かお礼をしよう。いちごのサンドイッチを用意してくれるかな。わかった。なんでやねん。となくボケてきてんな、みんな。頭がボケてきて。始まった。ああ、ボート乗ってる。いい、何これ。ロブ、そういえば、今の服装について何も言ってなかったな。かっこいいね、ボート。少し話してもいいかな。武装したロボットは食いしてくるから、いつ撃たれてもおかしくないからな。それに、お前、下着で歩き回っているし、僕は下着を選んでないわけ。下着の、下着が僕はどういうこと。ああ、あれ、ブラジルのやつだから、一緒に下着。初夏でガタの感じることが何だかでしょ。兄さんの夜の通じは肌も息ができない。何を言ってもデッタだと思う。とりあえず行ってみただけ。話会話だぞ。兄さんのバンダナくれないかな。寒いんだろ。ザクのこと言うな。すごいスネークかっこいい、ね、スネークっぽいねガツ。やばいな。あ、始まった。全然ちゃうと思って。なので画面めっちゃ舞台にこの真ん中しか見られないかな、正直。真ん中しか見れないですよ。で、なんか、なんか、嘘、何早めに話したい。長いやつ。
あ、間違えた。入ってた。早くキーカード探してきて、僕はこの待ってるよ。あぶね。なんかタイムみたいになってる。エラーだった。感じだったな。おう、もう少しで機械室だよ。よくやった。目の前に巨大なコントロールコンピューターがあるはずだ。それを無効にする必要がある。その件なんだが、キモにロブが警備隊手にグレネを使ってしまったんだ。君の弟は少しアホなんじゃないのか。言われてんな。それで他の方は当たって探してくれ。何の話。そう、メタルギアばっかりやな。うわ、でかすぎるやろ。え、どんだけでかいの？オッケーロ、コンピューターを止める方法ないかな。うん。ピコピコなって。あそこにソケットがあるぜ。え、抜くことができれば目的さ、わー、なんかロボット見た。ちょっと待って。ウイルスは言われてるぞ。防衛プロコトロが有効になってます。俺たちがウイルスに間違えられてる。来た来た来た。テープソケット見て、もうちょっと外れそうだね。ああ、待って、僕は怒った。もしかしたらプログラム課題の方が良かったかもね。勝手に見たら、僕はどんどん人がなくて、もう先に進むので、ああ、いちごサンドイッチ。歌詞だねって言うて、いかないか。どれぐらい長さあるかわからんな。持ってきたな。あ、次の面あるけど、次行くちゃうか。え？これってあの、セガのあれじゃねえの？ネタかな？セガの、セガラリーじゃなくて、まあ、いや。なんか、これ配信されてるやつ。そう、あれやね。絶対あれやね。セガのネタ。ほら、それやん。ビーチシティクラッシュ大会ようこそ。世界中からたくさん参加たちが集まり、お互いに、ね、これ、あんまりや。ご来場の皆さん、ここでルールを今、一斉にご説明いたします。一度一度。参加者たちはお互いに向き合い、なんて、痛烈な言い回しで相手を攻防に、なんて、ね、わからん。先に涙を流し込むのが負けた。さて、第1ラウンドでは、現チャンピオンにご登場していただきましょう。絶対王者のベルトさん。勝ちまで。どこがおか
し、おいアナウンサー、お前の声は聞くに耐えなくて、仲間の耳がいかれちまう。なんで名画だがすごい名画なんで込み上げてきました。今大会最いいスタートデータです。対戦相手は誰、うわうわすごい叩かれた。おすごい投入しかとか、全然名前は。デブとルーでかっこいいんだ。ここは何するんですか。さあ、試合開始。O1B、お前背が低すぎて、頭から足の匂いがするぞ。これは背が低いわけじゃない。目の錯覚だよ。お前背が低すぎて、目の前なのに遠くに立っているような。おい、ボケなそう。お前バカすぎて自分が犬に投げたボールを、間違えて追いかけるんだろう。おい、ロブ何してんだよ。何がわからないけど楽しいよ。よく聞きなの、このデカブツめ。お前ブサイクすぎて、頭とケツの区別がつかないぞ。それを言うなら、お前デビすぎてケツが、国境をまたいているぞ。おう、やるってのお前のママデブすぎてまるでネオンシティタワーだ。何の話？なんだで、ママネオンシティにいるか、どこにあるんだ。数キロほど先に行けば着くぜ。ちゃっかり教えてんな。情報ありがとう。何の話だ。なんか始まった。あいつら、試合を途中でやめやがった。俺たちの、伝統の名前、伝統を無事に甘やむ。もう赤今日あかんねんな。今日ね、調子悪いんですよ、お前。全部が調子悪い。もう読めないときは。ほら、ほら、あれやんけ。ちょっと待って。疲れすぎて。失敗した。これがすごいやりたくてさ、気になるんですよ。疲れてんの？奴らが追いついてきたか。ああ、来た。すごいかっこいい。ほら、ブサイクすぎて止めただけで目が痛くなる。見てみよう。いい加減諦めたので、あんまこうなさい。お前らは俺たちを侮辱した。ただに。急に割り込んでくるな、あれが。よかった。
敗してる。あ、うん、いいね。超かっこええ。あ、でも80、いいとこ行ってた。楽しいな、このゲーム。とりあえず振り切ったようでな。残念だよ、せっかく楽しんでたのに。感心したやろ、面白いこと言うじゃないか。元だと腕っぷし以外に身を守る方法が必要なんだよ。ああ、それは言えてるな。ちょっと待ってね、やば。クソ、ガス欠だ。ガソリンスタンドがあるよ。あそこに止めよう。なんか違うな。あ、ごめん。ねえ、テーブ、ママは本当にネオンシティにいると思う。ロベルトさんの言うことを信用していいのかな。急にどうしたの？わからないけど、今はそこに行ってみるしかない。ネオンシティはまだ遠いのかな。ネオンシティか、もうすぐそこじゃな。誰だよ。おっさん誰よ。わしはこの修理工場のマネージャー、シド。え？シドだね、シドちゃん。え、ちょっと、すまん、まず立ち消してもらった。ネオンシティとは懐かしいな。え、ネオンシティってあれのことちゃうの？そう、お前と一人だから、天地創造でも思い出したのか。なんと、わかったぞ。お前らは、ビーチシティのふざけた大会に参加しておいた。あの、ロベルトさんとか、やつの前には毎回きついこと言ってるんだ。弟許してくれ。感情コントロールするのが下手なんだ。実はわしはジャガイモなんだ。話してね。なんか変だよ。燃料の代金はジャガイモ300キロで何話してんの。で、もしかしたら我がここも広まり始めた。早く逃げよう、今すぐ。どうしたの？ネオンシティってあのネオンシティか。もしかし。あ、始まった。あ、また来た。あ、失敗した。失敗した。下にあれやな、メーターって、黄色の線、あれが右まで行くと多分動くし。それがまだ乗らない。まあ、気づいた。先がないやな。ああ、お前一番遅くなってしまう。ああ、急におかしいんだ。一向に良くなってしまう。早くママを見つけたぞ。バグがどんどん広がって、諦めるしかない。諦めちゃダメだ。お前らしい。バイバイ。
そこそこやな。ロベルさん、教えてくれよ。ママどこにいるんだ。前のことをぎゅっと抱きしめて、気持ち悪いな。もう救いようがないな。手を見て。でも全然回ってない。ロベルさん、嘘つきなさい。君たちってくださったから誰もがでも知っていたわという感じは。なんで誰でも知ったわと比べるのだ。また歌骨を持ってしまったのだなと思った逃げろ、今のうち逃げるのも同じ。テーブ、彼の言うとおりだ。とりあえず、多分これで元に戻るやろ。これ一旦終わります。これさっきやな。え？なんだこれ？なんだゲームか？なんか見えんな。ちょっと待って。マザーっぽい。前は、一旦ここで終わります。続けてまた撮りますんで、今回はここまでです。また見てね。